とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新ですね。30回に戻りました。頑張っていきましょう。装備は、お!クールダウンついてる。最初から最後まで、まあ、使っていけそうだね。防具だけは。いいね。クールダウンが最初からついてると、かなりお得だもんね。オッケー。いいんじゃない?で、相変わらず、序盤はめんどくさいんでしょ?おそらくね。いやー、敵の編成がめんどい。嫌な敵が多い。よし。にゃっ。戦いに行く。よし、あとチビだけでしょ。終わり。一回クリア。遠距離多いとめんどくさいよね。パワーシェイカーかな。行きましょう。おお、ここか。行きましょう。 なんか見覚えのあるような気もするのね。なんか見覚えがあるような気がする。いや、気がするだけか。だったらいいんだけど。まあまあ一緒だとしても、うん、数ヶ月前のことなんて覚えてないからね。あ、待って、あぶね。嫌なやついるな。なんか敵の配置とかさ、ちょっと覚えがあるんだよね。なんかあったでしょこれ、多分そんな気がする。よし、終わり。手前の方をしっかりと倒していかないと、後々戻るのが若干めんどくさいね。そこは気をつけましょう。おーおー、素晴らしい。うん、最初から結構使いやすい装備が来るね。オッケー。ちょっとパワーシェイカーを多めに使っていく感じにします。で、まだまだこっち側出るとね。オッケー。まあ問題ない。こんだけ装備が最初からさ揃っちゃうと本当に楽になるね。はい、まあ、途中なんかめんどくさい敵が出てこなければいいんだけど。よし、終わり。はい、3回終了。どう、ちょっと待って。あ、まあまあ、エンチャはうん、ちょっと微妙な感じだけども、ドラがね、唯一無二の完成、時があるので、ドラは取っていこう。あとあと、ドラ出るんだったら、ボーンクラブでもありかもしんないね。よいしょ。どんな感じになるかな、あとあと。で、あそこをパワーシェイカーで抜けようか。行くぞ。じゃあ、いいね。うん、まあ問題ない。今回クリアです。いや、多分難易度はそんなに高くないとは思います。うん、装備がいいからね。装備がいいから難易度は低めっぽい。あー、で、雷の杖か、ここで。いらんかな。もしかするとあれが結構重要になってくるかもしれない。高速周回にね。おお、意外とたくさん。まあ、もう
めんどくせえこいつ。でも敵は少なめだった。エンチャントはめんどくさんで、あーカトラスもいいね。バーストでいきましょう。まあまあまあちょろちょろ入れときましょうか。こんな感じでね。はい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 、めんどくせえな。結構強力な敵が出てくるね。こっちもよし、 OK。 ミスった危ない。おお、あーまあ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 、敵はめんどくせえけどそんなに難しくはないかな。終わり、6回クリア。次、ほう、うん、押し寄るする。でもエンちゃんと若干微妙だけど、まあいいや、いけ。攻撃力は上げていこう。クールダウン3、しゃあ、あ、なんかここネクロマンサー下にうわって出なかった。なんかちょっと待って、あ、気のせいか、違う、出てないね、気のせいだわ。なんかネクロマンサーが3体ぐらい出たようなステージがあったよな前。ここじゃなかった。おお、流れ込む魂、あ、これもいいな。うん、でもまあ星寄る取ったからとりあえずそれでちょっと頑張ってみよう。よっしゃあ、いいんじゃない。そんなに難しくはない、やっぱり難易度はどうでもないっていうところですね。終わりかい。もうサクサクいきましょう。あー、いいか、バージネストで、ここで防具を上げましょう。おお、ユニークだし、ナイス。あんなプレートを上げるっていう手もあるか。でもあれな、あんまりエンチャントが良くなかったんだよね。何が来る？もう防御ずっとこれで良さそうですね。ああ、なるほど。3入れられないっていうならば、もう火属性の方で頑張ろうか。いきます。何体出る？はい、おーい、でも嫌なやつ。はいはいはい、インターセントどこ？終わり。まあまあ、こっちがいい。でもせっかくこれに変えたから、いいか、雪玉もついてるね。でクールダウンとポーションバリア選べるっていうところが素晴らしいけど、いらない。これでいきましょう。はいはいはい、じゃあ、蜂が入るとちょっと違うな。あ、やっぱ防具とね相性がいい、素晴らしいな。ここ結
構敵出るね。ナイス、いい感じよ。終わり、はい、うん、いいかな。でパワーシーカーもそろそろ攻撃力が足りないよね。そろそろ何かに交換しても良さそうか。持ってて商人であげるか。おーい、これすっげえな。よし、すごい場所やった。だけどもまあまあまあ問題はない。来た、こっちいるんでしょ。じゃいないんかい。これ下だね、おそらく下だ。意外と敵が、いや、いないぞ。どこ、あ、ここの奥か。いた、お前ら分かりづらいって。はい、12回クリア。ああいう迷子さんがいるとちょっと時間がねかかっちゃうよね。あー、これかな。地雷で火力上げるっていうのも良かったけど、まあ、ちょっとパワーシェイカーを取っとこう。はい、いいね、蜂が出てきてくれてるよ。乱射はなんかあんまりエンチャント良くなかった。どうだ、うん、まあ弱体化1ぐらい入れとけ。 OK、行きましょう。多分ネクロぐらいだよね。出るかと思いきややっぱり出た。よっしゃ、あでもまあレミスもまあまあ一体だし、そんなに問題はない。はい、もう逃げんな、危ねえ。あいつら下まで行くからね、めんどくさくないとこだった。で13回、おーおおおおおおお、まあ、コブはいらない。回復持っていっても面白いかもね。いや、うん、あ、いや、カトラスちょっと取ったかよかったかな。まあいいや、このまま行きましょう。カトラスはありだったような気もする。お、もうもう火力が足りない。うん、パワーシェイカーもそうだし武器の火力ももう全然足りない。そろそろ変えたいね。あれ、当たんない。嘘、さっき当たったじゃないですか。まあいいや、こっちから行くね。よし、負け。あっちのスライムはもう弓で仕留めちゃいましょう。はい、終わり。でここで折り返しですね。おお、パワーシェイカーだな。あー、バーストとか面白そうだけど、まあ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 、これで火力を上げた方がなんです。あー、なら、うん、さっきのはねカトラスの方が正解だったな。ちょっと待って、固まりすぎじゃない。 OK、 いいね。いいんじゃないですか。これ終わり。
まあ、おしゃ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 、まだかと思った。釣り竿がある。なんでカトラスの釣り竿がいける。あ、流れ込む魂あり。種の方にしようかな。いやいや、いいか。いや、うん、種にしよう。種の方が連発できるからね。クールタイムはものすごい短いんで。オッケー。よっしゃ、いいんじゃないか。あ、倒せる倒せる、全然倒せる。はい、いいんじゃない。はい、いいよ。待て待て、敵出るな。結構湧く。あ、でもこれで終わりか。はい、16回クリア。あ、うんうん、変えよう。ここはね、もう間違いない。変えたがいい。なんならカトラス別取らなくてよかったか。おーい、あ、やべえ、あぶね。思いっきり食らった。 TNT はね、扱いに注意ね。特にこの雲がいるときはマジでダメージ受けるときが結構ありますよね。いい感じになってきた。あー、まあ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 、うんうん。いや、でもなんか防具なんか来たら変えてもいいな。うん、そんな気はする。確かに反逆者すごい強いけど、あ、武器次第だな。うん、あ、武器防具次第。魅力的なやつがあれば変えていいし、まあ、初見だから別に何を使ってもね、良さそうですけども。はい、はい、で次が商人かな。商人、いいね。種いいよ。終わり。はい、商人のボスだな。まあまあ、いりませんね。どうしよう。ナイスナイス。最後がパワーの方が俺は好きだった。反逆者。うん。で、これでもう反逆者は、最後まで使っていけるんで、最後のパワーで、パワーシェイカー上げても面白いよね。うん、なんかすごい面白いと思う。あ、俺、エンチャント入れてなかったわ。輝き、入れよう。んで、火力も上げましょうね、もちろんね。で、いいか。行こう。多分2体。あ、1体か。いや、余裕すぎる。余裕すぎる。ちょっと待って、スライム消すのがもうめんどくさいって。はい、終わり。あー、なるほどね。雷の杖で最後ボスも倒せるっていう感じになりそう。あー、いな、うん、これでいく。森。OK。なんかソウル貯めるのもなんかちょっと、まあ、貯めれるよ。21回だったら。まだね。でも、こっちの方が、雑魚戦では使いやすいかな。OK。輝き入ってるんで、ある程度のダメージはもらってもいける。はい、
終わり。はい、21回クリア。次、あー、アップドラフト愛。もう今回本当にね、いいやつ出るね。面白い。雑魚戦、アップドラフトでいこう。なるほど。タワーガードとかなんかそういうの出てくるじゃない。おお、なるほどね。オッケー。アップね、アップね、アップね。なかなかの数だ。いくぞ。オッケー。問題なし。で、次。いいんじゃない？意外と敵多いよ。あら、肉が。まあ、いらなかった。2回おしまいです。特に面倒くさいステージはない今のところ。いらんね。はいはいはい、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。ステージが面倒くさくないっていうのは本当にね、素晴らしい。あ、危ねえ危ねえ、思ってくらうとした。あー、ちょっと待て待て、固まるな、もうちょっと待て待て待て、ピンチ。ちょっと待て、固まるなって、むちゃくちゃ固まるやん。あー、もうもうビープリーフのダメージ受けたのがでかかった。ものすごい楽だった。なんでだ。はい、次。意外と敵多いのね。うん、あ、敵は多いわ。結構出る。でもラグがなければいけるんだ。カクカクだったもんね。あー、で、ここに採取もあるけども、まあまあまあいいんじゃないですか。虚無武器はある、ここに。だから雷の杖でいけるちゃいけるみたいね。うん、雷の杖でありだな。教団の虚無ぐらいでいきましょう。雷の杖持ってきてないんで、まあそれはいいや。はい、特に面倒くさい敵ないね。あし、あぶね、敵になってる。やばい。おお、なるほど。タワーレースもめんどくさいわけね。で、あと上に1、2体いておしまいでしょう。うい、24回クリア。まあいらないかな。これなんかほんとね、タワーのステージの配置がタワー初期とあんまり変わんない感じがする。初期こんな感じだったよ。よし、いいね。まだ意外と長えな。ちょっと待って、もうだいぶ火力足らない？ちょっと火力が足りなくなってきてるかもしれない。でもまあ余裕でいける。あ、ここにもドラがあるか。でもまあ最初から持ってた方がボスとかは戦いやすかったね。
ハープーン面白いかも。あ、でもいいや。いきます。うん、いいね。全然危ねえ、危ない。え、敵少なめ？敵は少ないね。バリー、よし、ボンクラ。サンゴはいらん。まあ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 、これでしょう、間違いない。で、おー、なるほど、ここで虚無武器が、なるほど、出るわけね。で、そうね、にしときましょう。これもボス楽勝だよ。うん。で、最後パワーだから、本当あの雷の杖もう最後まで持ってきて、多分20回ぐらいの報酬にあったあれで、この武器で虚無入れてドラ入れてワンパン確実だね。うん、確実にワンパンいける。しゃ、ワンパンは確実だ。えい、パワーシェイカーがこの武器になる。ちょっと微妙か、そうでもない。まだか、意外と最後出るな。よし、終わりか。27回おしまーい。まあ いらない、いらない。うん、このままいきます。あぶねえ、ダメージ結構効くよ、気をつけとかんと。結構ダメージ受ける。よし、あぶねえ、びっくりした。ちょっと待って、なんであいつはあんなとこにいるの。やばいやばいやばい、意外と出る。最後の最後結構出るわ。はい、28回おしまい。超弾コクがあればまあ余裕でいけますね。まあもちろんいりません。どうしよう、パワーシェイカー上げるのもまあ面白そうだよね。うん、まあパワーシェイカー上げていくか、無難にダメージ稼げるんで。ボスなんだ、いきまーす。難易度今回ほんと低い。うん、全然余裕でいけます。何が来る？一体。ああ、もう嫌なやつ。最初にこう無敵があるのやめてくれ。倒した倒したね。オッケー、行こう。ああ、パワーシェイカーめちゃくちゃダメージあるじゃん、すげえな。最後パワーを上げたパワーシェイカーがとんでもない火力あります。あ、うわ、すげえわ、一発1万1000だもん、そりゃ強い。はい、ということでクリアですね。ほんと簡単です、今回。でも、うーん、急いでもこれは多分25分は切れないかな。ツタのムチ最後に見ます。
連載これどうだ。あー、よくなさそう。あ、お、あ、悪くないね。クリティカルで虚無、本当にあのワンパンで敵を倒すようにしてもいいね。クリティカル、虚無、ダイナモ、痛み、あ、面白いと思う。これいいんじゃない。はい、ということで、今日は初見攻略でした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。